日本の矢印式信号機斜め矢印のタイプ、矢印式信号機とは道路に設置される信号機の一種であり、規定された色で矢印が表示されるものを言う。日本には青色の矢印等か、黄色の矢印等かの2種類が存在する。これらは道路交通法施行令の中でそれぞれ青色の等かの矢印、黄色の等かの矢印として規定されている。これらのうち、 黄色の灯火の矢印は、路面電車に対してのみ意味を持つものであり、路面電車が運行中の道路で、平用軌道の運行専用に、黄色の矢印等を設ける例が見られる。青色の灯火の矢印は、車両に対して意味を持つ。青色の灯火の矢印の意味は、車両は、黄色の灯火または、赤色の灯火の信号に関わらず、矢印の方向に進行することができること。である。 日本の矢印式信号機は特に右折する車両の多い交差点に設置されることが多い。交通量が多い場合、通常の青信号では、右折する車両が対向車が途切れるのを待ち続けることになり、右折車両の渋滞ができてしまうことがある。右折専用の矢印信号を設置すれば、対向車に遮られずに右折車両のみが通行できる、時間ができ、右折車両の渋滞が解消される。 このような理由から矢印信号は大半が右折専用に設置されているが一部の交差点では左折や直進専用のものもある。かつては青谷灯が点灯し一定時間が経つと直ちに消灯し赤信号となっていたため追突事故を誘発していた。2000年代からは事故防止のために矢印の消灯時に再度黄色を表示するものが用いられているが 矢印衝と後直ちに赤信号というパターンは現在でも残っている。また一部の交差点では青の代わりに直進と左折の矢印を点灯、その後右青矢を出す方式をとり、青信号が点灯しない場合や信号機の青の部分に青矢、または直進、左折の矢印だけと連動する赤がある信号もある。交差点の形状によっては左折、直進、右折が すべて別々のタイミングで点灯するものや、直進、右折同時点灯の後に左折などのパターンも存在する。青の代わりに直進、左折の矢印の点灯と右折の矢印の点灯を繰り返す信号機のことを右折分離信号、右直分離信号、セパレート信号などという。一部の交差点では、自作式信号機の青の代わりに矢印を用いるところもある。 自作式の一例としては、自作式の先発側が、青の代わりに左、直進、右などの前方向への矢印を出し、後発側の青になるタイミングに合わせて、先発側も矢印から青に変更するといったものも、ある。右折の矢印は、信号が青、または左折、直進の矢印から黄色に変わった時から出すものも、あるが、赤になってから表示されるものもある。 自差式の先発側が、青の代わりに全方向への矢印を出すもの自差式の、ため一旦右折矢印の前に一旦赤となり、対向車が先に右折し始めるもの矢印、信号全般、編集右折の青矢信号、編集展開専用の矢印青信号のついた、信号機に段階右折の場合、編集2段階右折すべき車両とは、多通行帯道路等を通行限動機付け自転車を呼び、 自転車を含む、軽車両のことである。青青信号の問題、編集熊街バイパス、20メートル離れた反対車線の左折直進レーンと右折レーンの間隔、及び赤の矢印式信号機日本以外では、赤や秋の矢印を点灯させるところもある。韓国の場合、1982年6月21日施行により、矢印は信号機と同じ列にある。 矢印は緑色。制定時は、右から左折、緑、黄、赤であったが、1986年5月1日の変更により右から緑、左折、黄、赤の順序になっている。緑では、左折ができない交差点が多い。2011年4月20日から、ソウル特別市内の一部の交差点で、三色矢印式。 信号機プラス三色信号機が試験運用されているベトナムドン内省にあるバイクーツカ信号。ありがとうございます。